こんにちは、大チャンネルです。今回は絶対に絡まらないロープの束を効率よく束ねる方法を解説します。ロープワークをスムーズに行うためには、素早く束ねることができ、素早く使えるようにできるロープの束ね方が重要です。そこで今回は、絶対に絡まらず素早く使うことができるロープの束を効率よく束ねる方法を解説します。それではまず、ガイロープの束ね方から解説します。ロープの先端を人差し指と中指に挟み、8の字を書きながら親指と小指に交互に巻きつけていきます。次に小指を抜き、余ったロープを束に巻きつけていきます。この時注意してほしいのが、親指を抜かずに巻きつけるということです。ロープの束に巻きつける前に親指を抜いてしまうと、せっかくあった穴が塞がってしまい、指に巻きつけた意味がなくなり、効率が悪くなります。親指を抜く前に巻くようにしましょう。巻き終わったら親指を抜き、できた穴にロープの末端を折り通します。それを裏側からかぶせて末端を引き締めれば完成です。使用するときは、かぶせた部分を外し、先端を持ち束を落とすだけで、絡まることなく使うことができます。次はこのような少し太くて長いロープを腕に巻く場合です。右手にロープの先端を持ち、手のひらと肘にかけながら巻いていきます。この場合も穴が塞がらないように、左手で上部を持ったまま巻いていきます。巻き終わったら、ガイロープの時と同様にロープの末端を折り、穴に通します。それを裏側からかぶせて末端を引き締めれば完成です。使用するときは、束を輪っかにし、中にあるロープの先端を手繰れば、絡まることなく使うことができます。最後は、すごく長いロープを振り分けて束ねる場合です。両腕を均一に広げ、ロープを左右に振り分けていきます。この場合も左手は離さずに巻くのですが、小指にかけながら巻けば、ロープの束を振り回さずに巻くことができ、効率よく束ねることができます。巻き終わったら、先ほどと同様にロープの末端を折り、穴に通します。それを裏側からかぶせて末端を引き締めれば完成です。使用するときは、巻いてある部分をほどき、地面に置き、先端を手繰れば、絡まることなく使うことができます。では今回は以上となります。絶対に絡まらないロープの束を効率よく束ねる方法を解説しました。この動画が役に立った方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。